ナナ、ラムダ、アズキちゃん、エム、スティーブ、リコ、チーチ、トワ、ユンちゃん、いらっしゃい。ナナ、いらっしゃい。ハナ、いらっしゃい。ゆかり、アテント、キジネコ、いらっしゃい。リンナ、いらっしゃい。かまぼこ、いらっしゃい。シエ、いらっしゃい。おはようございます。よっこいらっしゃい。昨日ですね、喧嘩っぽくなって、まあ始発でね、01号ちゃん、みゆいらっしゃい。まあ、いらっしゃい。喧嘩っぽくなって、エリマキトカゲいらっしゃい。ミクいらっしゃい。リングネコいらっしゃい。昨日ですね、チトいらっしゃい。小松菜いらっしゃい。昨日キムジャいらっしゃい。サヤピーいらっしゃい。エリードリチいらっしゃい。昨日ですね、ちょっと喧嘩っぽくなっちゃって、でも始発で帰ったんだけど、寝てね、寝ずにね、待っててくれたの。寝ずに待っててくれたんだよ。俺がもう今雨すごいでしょ。雨が、雨がすごいでしょ。まあ不細工でいいんだけど。で、駅からね、いいタイムだし、駅からそう傘さしてね帰ってたんだよ、今日の朝ね。挨拶は01で、で、ベタベタになって、で、諏訪光雄いらっしゃい。そしたら玄関まで迎えに来てくれた、寝ずに待っててくれて、もうこれ桃代いらっしゃい、仲良くできるかなと思って、友いらっしゃい。待っててくれたり、その始発のやつを送ってくれたり、 LINE で。上松ハスいらっしゃい。優しいなと思ってたんだけど、そっからやっぱりね、昨日の出来事とか、やっぱちょっと言い合いになったんだよ。俺自身昨日悪いことした感覚なかったんだけど、まあいろいろあったんだよ。いろいろ言い合いになってさ、ピョン吉、ユーミン、ミャゼいらっしゃい、そうまたなんだけど、で俺仲直りしないと寝れないんだよ。仲直りしないともう胸が苦しくなって寝れないの。ユナタンいらっしゃい。みんなわかんないかな、もうだから仲直りしようと思って一生懸命話し合いしようって言っても、もう眠たいから寝るって言うんだよ。でも俺がやっぱ1時間ぐらい寝てさ、目がやっぱ覚めてさ、でツンツンしても、もう寝かしてよ。自分が眠たい時はいびきかいて寝て、私が寝る時に邪魔するって怒るんだよ。これ分かるんだけど、俺だって苦しくて寝れないんだよ。
いや俺は話し合いだから、いや正論だけもだけど、あのちゃんと話し合いしてから寝たらいいじゃん、眠いけど。こっちはもう胃も痛いし胸も苦しくなってるんだから、でもう今昨日10時ぐらいに寝たんだけど、今まで待ってもまだ眠いんだよ。でちょっと寝たんで、ちょっともう5時間ぐらい間空けて来るちゃんって言ったんだけど、それでもまた怒られ、キレられたんだよ。でもう冷めたって言われて、何ともちん、何ともりんに名前変えたの。昨日さんざん俺ともちん叩いたんだけど、名前変えたの、ともりん。勇気出して、もうなんでって。だから昨日パルと遊んだんだけど配信撮らなかったこととかね、何で あとは元カノが枠に来て絡んだりとかじゃないの、乗って、まあ一つ前のね、一つ二つ前の元カノだけど、でも距離を置きたいって、もう冷めたとか言われたら、いびきは原因じゃないけど、もう新宿でも行けばって言われたから来たんだよ。まあミリソイだ、ベタベタしてないよそんなに。だから俺が思うに、距離置いたら昨日一日でも喧嘩になるんだから、もっと喧嘩になると思う。俺は、俺が思うに、俺なりに考えたけど、距離置いたら、俺はそう思うよ。台本じゃない。だってもうこういう放送もうして喧嘩になって、前回もうこういう放送をあんまりもうしないっていう話なのにしてるんだから、よっぽどな精神状況だよ俺は。もうでも俺それぐらい追い込まれてるからね、ほとんど寝れなかった、うん、もう顔見たらわかるでしょ、もうほとんど寝てないんだよ俺、苦しくて寝れなかった。浮気した夢見たよ、くるちゃんが。くるちゃんが浮気した夢見た。